阿部さん、はい、加藤大臣が不祥事を起こしたって聞いたんですけど、何ですか？はい、お母さんが持っている建物に賃料を支払って政治活動をしていたということで、その是非が問われています。まあ要は身内でお金回してんじゃねえかっていうことですよね。大臣は会見で賃料の相場が地域の事情に即しているかどうか資料を集めているところですと答えたんですが、内閣委員会でそれはないとはっきりと言いました。これはおかしな答弁でして、今日の大臣の答弁はひどかったです。グダグダでした。何を言うかさっぱりわからなかったので、こういう答弁が繰り返されるというのは事実に問題あると思います。